はい、こんにちは、岡潤です。今回はね、台湾に行った時に一番大きい夜市のシリン夜市ってとこに行ったので、そこでの一人飯動画を映していこうと思います。ちなみにここの市場は本当にめちゃめちゃ広くて、なんか生搾りジュースみたいなものだったり、葉っぱみたいなものとか、アメリカンドッグみたいなものとか、なんかまんじゅうとかイカ焼きとか、苦手な人が多いっていう臭豆腐ってのもありました。これがね、あの匂いがめちゃめちゃきつくて僕チャレンジできなかったんですけど、ここの鳥はね、食べ歩きがめちゃめちゃ多かったので、ちょっと焼き鳥っぽいのをね、僕食べました。はい、あー、ポーク、what's ポーク、あ、ポーク1、ポーク1、1、2、3、4、5、6、7、8。はいね、みんなですとかじゃなくてどんどん注文していくスタイルみたいなんで、あの待っててもね、全然聞かれないです。なのでね、みんなもあの人が多い時はちゃんと自分から声かけましょう。 OK。 はい、ということで、ぼんじり的なのと豚のロール的なのを買いました。ちなみに味はもう120点満点。僕以前に多分鳥貴族で3年間半ぐらいバイトしてたって言ったと思うんですけど、もう鳥貴に採用してほしいぐらい味付けがすごい美味しい。なんかタレではあるんですけど、ちょっと酸味が効いた感じっていうか、全然パクパク食べても飽きない感じで美味しいです。そしたら続いてこちら、ポーク巻きですかね。これがね、もう言葉が出ないぐらいうまくて、正直今回の旅の中でトップ2ぐらいにうまかったっす。これやばい、これやばい、めっちゃうまい、めっちゃうまい、これめっちゃうまい、これはいね、何回も言っちゃうぐらいめっちゃうまかったっす。だいたい値段も高くなくて50元ぐらいだったから、ぜひね、この高タンパクロールを食べに行ってください。すごい賑やか、ゲームセンターみたいな感じって感じでね、有名な建物内はなんかレトロなゲームセンターみたいになってたんですけど、今回はね、あんまゲーム興味ないので B1 階の食堂に行きます。地下に降りるとなんか宮下パークの居酒屋の集まりみたいな感じで、なんかいろんなお店がね、ずらーって並んでました。はい、ということで乾杯。飲み物ね、現地のお酒もちょっと飲んでみたかったんですけど、この後ちょうど飛行機で帰る予定だったので、さすがに酔っ払ってなんか寝過ごしたら笑えないと思ってやめました。まず最初にね、チャーハンと青野菜炒め的なのが届きました。これ本当おすすめしたいんだけど、このね、中華料理の青野菜炒めがね、めちゃめちゃうまいのよ。昔ね、親のなんか会社のボーリング大会みたいなのに行った時に、夜ご飯がね、中華料理屋さんだったの。その時にこの青野菜炒め食べてから、もうね、大好物。コーラがめちゃめちゃ合う。続いてこちら、チャーハンです。これはね、本当なんか日本のチャーハンとほぼ同じ。なんか現地の中華って日本とちょっと違う味なのかなって思ってたけど、味付けが日本とめっちゃ似てて、日本人の口にめっちゃ合うと思う、臭豆腐以外。はい、ここでね、イカ焼きと小籠包も届きました。そしてコーラも2本目。これ小籠包がね、思ってたより多くて5、6個ぐらいかと思ったらね、8個ぐらい入ってたんですよ。でもめっちゃめちゃうまい。ここね、あの左前にあの集団のお客さんが結構いて、携帯バレにくいようにちょっと置いてたんだけど、あのバレちゃってめちゃくちゃみんなで見てて、めっちゃ恥ずかしかった。でそれは置いといて、小籠包がねめっちゃ美味しかったんですよ。やっぱり現地なだけあって、日本とちょっと生地が違うような気がした。なんか思ったのは、なんか料理が全体的に日本よりちょっと脂っこいかな。しかもめっちゃコスパが良かったみたいで、なんか他のお客さんとかはみんなでなんかシェアし合ってたりしてたかな、いろんな料理を。お水ウォーター。はい、ここでね、店員さんが優しくて、水もね、有料だったのかもしれないけどくれました。全部脂っこいもんだったからね、水がないとね、もう食べきれなくて、なんとかね、水で押し込みました。はい、ということでね、まだ580元ぐらいしか使ってないんだけど、全然満足できた。あと10分ぐらいで乗れないと多分帰れないです。ということでね、もうこのあと10分後ぐらいの電車乗れないと帰れなかったので、今回はここでおしまいになります。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ぜひね、高評価とリクエストとかあったらコメント欄にお願いします。ぜひね、前の台湾ブログの動画もね、見てない人は見てください。じゃあねー。結構ギリギリかも。